にちは、ひまです。今回はですね、皆さん下島というお店は知ってますか？知ってる？名前知ってる？下島は品揃えがすごくて、文房具からお菓子からいろんなものが売ってるお店なんですけど、よくねそこにチャーちゃんとかアールちゃんも行ってたらしくって、ひまは行ったことがなかったので、今回はそこに行ってみたいと思います。で、中学校ももう1ヶ月ぐらい行っていて、必要なものも増えてきたので行ってみたいと思います。では早速やっていきましょう。レッツゴー。余談をさせてほしいの。 TikTok でえっちゃんと一緒に撮ったやつを、えっちゃんのねアカウントをメンションしようとしたら、ヒカキンさんのアカウントメンションしちゃいました。間違えて、すいません。まあ見てないからあれだけど、はい、というわけで早速行ってみましょう。初めて来たからちょっとこんな風なんだって感じです。でもいろんなものが置いてあるからちょっと楽しみですね。アールちゃんとかもよく来てたらしいので行ってみたいと思います。いいか、なんかああいう、なんか面白そうなおもちゃ系もいっぱいあるよ。大好き、そういうの見るの。え、すごい、すごい。修正液とテープのように、ちょっとまずは修正液と、あと修正テープ修正テープと、あとあれテープのりを買います。まずね、何これ、メモ帳みたいな、かわいい、記帳、かわいい、え、いいじゃんこれ、かわいい、ちょっとこれテープのりとかね、これ何、欲しかったやつじゃなくて、うん、違う詰め替え用でいいんだよね。収集テープ落として全部分解されて全部なくなったから。そうなの。うん、そうだよ。何これ、収集テープだって、え、安っ、なんで、まあ見た目なんだろうね。なんかひめちゃん、ここにもなんかこういうの可愛いの、本当だ、可愛い、ひまちゃん、これ何、これ知ってる、何これ、仏像って言ってた、富士山消しゴム、なんか面白いのがいっぱいあるね、え、今髪がスポッと切れる準備とかなんて、ペンケースもなんかすごい、あ、修正テープだ、え、なんかペンケース、え、いいな、なんかクリアンとかめっちゃいいじゃん、黄色ね、かわいい、ちょっと一回持ってこれだね、ほら、アールちゃんの見つけ、あ、違う、違うか、あ、こっちこっちこっち、アールちゃんの見つけたよかわいい、これいいじゃん、見て、あ、でも今買ったばっかりなんだよね、でもそれかわいい、うん、テープのり、はい、テープのり、普通にテープのり、いや、でもなんかさ、すぐ剥がせるんですよね、すがるのが、まあ一回軽く引けるから、お手紙が書きたくなってきた、こういうの見たら、すごい素敵、ちょっと大切なお友達に書きたいと思います。え、どれがいいと思う、ね、どれがいいと思う、こういう同じぐらいの大きさのノートに入れて、これを仕切りするやつ、あ、素敵だよね、まあ、これもいいね、それにします、書くからね誰に言ってるか、内緒ですか、すごい、スイレじゃん、あ、これじゃない、
くれたな。アルちゃんが。こっちの方が可愛いけど。可愛いね。あ、でもまあいいや。やっぱいいや。え、これ可愛い。可愛い。みんなこれ可愛い。タンパチョウこれ。じゃん。これタンパチョウですよ皆さん。超可愛いんだけど。うん。大丈夫。すごい、いろんな大きさがある。かわいい。見て。ひまちゃん、めっちゃかわいい。かわいいね。でも最近ね、ファイル買ってもらったばっかりだからいいや。楽しいね、こう見てるね。最近買ったやつ見てみようかな。何？手紙のやつ。これ何？マーカーじゃない。あ、違う、これあれだよ。ピーってテープのり的な？違うか。光るマーカーだ。迷ったんだよね、この。本当だ。これにしよっかな。あ、素敵。背景。10年後の自分へ。元気ですか？みたいなのがさ。皆さん。じゃん。プラ板を作るために、これさ、水性じゃないよね。油性だよね。水性じゃん。あ、ぶね。あの油性のマーカー買おうと思います。あ、これこれ今戻ったの。これこれこれ。これの詰め替えが欲しかったんです。詰め替えってこれじゃない。あ、これじゃん、これじゃん。よかったね。じゃあ2つ。そうだね、予備はあった。見てこれとか超懐かしい。懐かしい。幼稚園のやりだったよ。いや、今こういうやつだったよ。こうって言って来てね。かわいい。なんかこういうの持ってる気がするな。ねえねえ、これだよ、あれちゃんがくれたやつ。あ、ヘルツの時に使ってって言ってくれた。あ、これもしかして詰め替え用？あ、これいい？詰め替え用。これ今技術でめっちゃ使ってた今。そうなんだ。予定すごい。あ、見て。家族クリーナー。消しゴム屋さんが作った消しゴムクリーナー。はい、じゃあ買ってきます。ねえ、見て、鉛筆型の消しゴムだって。あ、鼻すがしできないのかな。懐かしくない？こういうの。あ、ね、うん、あ、ノック式の。え、安くない？71円だよ。これ100均に100円で売ってるよ。あ、違う、もうちょい大きいかな。でも安いよ。これちょっと安くない？これ好き。ゴール。頑張れ。次はここに行きます。ここ。だね。2階です。あ、まだ売ってるよ。すごいね、アベノマスク。布マスクってだけでアベノマスクになっちゃうから。地球儀欲しいんだよ。これなんか排泄なんす。ここにもあるよ。いや、あのね、マジでいるんだって、本当に。あ、いいダメなの。距離とかがわからないの。それじゃ距離とか来てわかる。したらこれ足してみたいなことやるんですよ。それはね、4級でやめちゃったんですよ。3級、はい、最初は今10級の声で下手だと思う。いいな、ちょっと見せてよ。見てこれ、回転寿司折り紙。すごい、めっちゃあるじゃん。スライム。
懐かしい、なんかこういうのあったね。これ懐かしいんだけど、何これ。欲しい、めっちゃ。ありがとう。こんなね、ね、もうさ、これ来ればよかったよね。クレ系がこんなあるの見たことないよ ね。いや、これ来ればよかったな、6年生の頃。え、ガチでこれ欲しいんだけど、あれちゃんと組み立てたい。ところがありません。めっちゃ久しぶりに来ました。はい、というわけで、じゃじゃーん、買ってきました。これは今流れてる音楽、前のひまひまチャンネルで本当に初期の頃に流してた BGM です。というわけで、すごいね、たくさんではないんだけど、すごいいいものがね、たくさんありました。違う動画で紹介したいと思うので、ぜひ見てみてくれると嬉しいです。というわけで、今回買って感じをしたいと思います。下島すごく貝がね、あるんですけど、すごくたくさんあるので、ぜひ皆さんも見てみてください。では次回のひまひまチャンネルもお楽しみに。バイバーイ。なぜ傘？What the-